皆さんこんばんは。2017年の8月の23日、22時37分です。こんばんは。はい、こんばんは。わたつです。楽しんでってください。はい、こんばんは。こんばんは。バカありがとう。まこやんありがとう。風船ありがとう。あもあもちゃん、バカありがとう。髪の毛切ってないよ。もともとアシンメトリーなんだ。黒髪の方は短いんだよね、髪の毛が。すいません、失礼しました。なんか声こもってない？声がこもってる気がする。聞こえる？普通に大丈夫？マイク合ってるよな。テイステイステイス、元気だよ。グリコさんいらっしゃい。グリコは元気？そうだね、カメラの位置が今日は違うね。向こう側から撮ってるんだよね、いつも。向こう側から撮った方がよかったら変えるけど。病気の女の子の話、会社で仲間に言ったら感動してたよ。いやー、ねえ。いや、そんな、会社で仲間にね、話す。寝なかったよ。ごめんごめん、カー君誘ってくれたのに。寝れなくてさ、雑談やろうと思って。戻すか、一。ヒゲもだいぶ生えてきたよ。おい、こけさん、こんばんは。気分屋だからさ、寝ようと思っても寝れなかったり、いろいろあれなんですよ。気分屋なんですよ。カー君は知ってると思うけど、リスナー長いから。普段はこっち側から撮ってるのね。もう気分だけで生きてきてます。いつものアングル。見やすくなった。いつものアングルですよ、これが。おすすめの漫画はね、漫画2万冊ぐらい読んできたんだけど、結論なんだけど、映画とか漫画ってその時自分がどれくらい精神的に成長してるかによって捉え方って変わるんですよ、作品の。例えば、子供の頃面白いなと思ってたものが経験を積んでいくとつまらなくなったり、
子供の頃全然面白くないこの作品と思ってたら、大人になったら、ああ、すげえ面白いって思うことってあるじゃん。だから人におすすめをするときは、特に漫画とかに限っては、どんな漫画好きなんですかっていう、どんなジャンルが好きなんですかっていうことをよく聞きますね、僕は。まいちゃん、こんばんは。風船いつもありがとね。よくそのどういったジャンルが好きかとか、今どういう漫画にハマってるとかを聞いて、でだったらこれとか面白いんじゃないですかっていう。で、自分の主観で言うなら、僕は古谷実の作品、古谷実先生の作品がすごい好きなのと、あと「一期コミックス」っていうところから出てる「僕らの」っていうのとか、あと「ワンピース」とか「ハンターハンター」とか、少年漫画も好きですし、グラップラー暴きとかも好きだね。味覚とかもそうだよね。ビールはさ、子供の頃苦いって、あれ正しいんだよね。味覚が苦味を分からなくなるっていうか、苦味が敏感になくなるとビールって美味しくなるんですよ。だからその年を取って味覚が鋭くなったからじゃなくて、味覚が鈍感になったからビールが美味しい。で、なんで子供の頃っていうのは味覚が鋭敏かっていうと、酸味と苦味を強く感じるようにできてるのです。で、苦味っていうのは毒。で、酸味っていうのは酸化してる、酸っぱいとかだから、腐ってるかどうかを赤ちゃんが判断するためって言われてるよね。こんばんは。チャンピオンのマジ。あ、読んだことないな。僕はね、基本的に言ってるのがヤンキー漫画苦手なんですよ。クローズとかワーストとかカメレオンとか、なんだろう、あとろくでなしブルースとかぶっ込みのタクとか、なんかそのヤンキー系の漫画は読まないっすね、僕。あんまり好きじゃないですね。なんで俺のことドクターって呼ぶの？俺ドクターではないよ。あんまりなんか語弊がある呼び方は困るんだけど、なんでドクターって呼びたいの？俺はドクターじゃないけど。名称独占業に関わることは語弊があるから、あんまり嫌かな。誤解が生まれやすいものは、そういう呼ばれ方は嫌かもしれない。俺からしたらドクター。まあまあいいけど、いいけど俺はあんまり気分が良くない。あ、ワーストのグリコなんだ。ごめん、俺ワーストとかクローズとかは大嫌いですね。なんでかっていうと、かっこいいセリフを言えばただいいのに、その後必ず、かっこいいセリフを言う前にぶん殴るんだよ、必ず。ワーストとかクローズって。で、人を殴ることって犯罪なんだよね。すっげえかっこいいこと言うんだけど、必ず殴ったとか、かっこいいこと言って殴るんだよ。あれってすごい反社会的だと思ってて、なんか、なんだろう、誤解を与えるっつうか、あれはかっこよくないよ。って思っちゃう。動物のお医者さんにハマってました。獣医に憧れてた。動物のお医者さんっていう漫画は読んだことないですね。そう、なんで殴らないとこの人たちはかっこいいことが言えないんだろうっていうのがすごい疑問で、すごいかっこいいんだよ、言ってることは。でもやってることは暴力なんだよね、犯罪なんだよね。で、あれって刑務所に行く人を増やしてるだけだと思ってるんだよ。 なんかそのすごいかっこいいの、読んでても。確かになんか人を羨むなって、人を羨むのは自分を卑下する行為だとか言うんだけど、それぶん殴った後に言ってんの。いや、犯罪じゃんと思って。お前やってること全然かっこいいこと言ってるけど、この大人全然ヤクザっていうか ねえ、ダメだよねっていう。あれは反社会的だなと思って、なんかそのなんだろうな、俺はあんまり響かないっていうか。あれって絶対真似すると思うんだよね、読んでる人が。あれをかっこいいっていう風潮が嫌だ。
あんまり好きじゃないです。ワンピースとかハンターハンターとかだったらいいんだけど、それはもうドラゴンボールとかさ、それは明らかにもうバトル漫画じゃん、そのファンタジーじゃん。でもそのリアリズムで書いてるでしょあの人たちって。要はヤンキーをかっこよくっていうかさ、そのメタファーとしての戦いじゃないじゃん。ビーバップに影響された。北斗の拳は、うん、好きか嫌いかで言うとあんまり印象に残らない作品っていうか、なんか多分世代、さっきの話につながってくるんだけど、世代的な問題ってあると思うんですよ。例えばそのドラゴンボールの後に生まれた世代なんで、僕も子供の頃フリーザ編が始まってたんですよ。ジャンプ読み始めた頃、小学生の頃に。フリーザ編じゃないの、セル編ぐらいだったかな。だからそのなんだろう、昔の作品、例えばその手塚治虫とかさ、面白いじゃん。だけどその絵のタッチとかさ、やっぱりその技法っていうのは確立されてないわけじゃん、まだ。だからその新しいものの方が文化として発展してるから、世代的にその北斗の拳ってやっぱりそのもう次の人たちがもう真似しちゃってるっていうか、北斗の拳のエッセンスが入っちゃってるから、その読んだ時に新しさを感じなかったんだよね。その遠近感がおかしいとか、そういうところは面白いんだけど、そう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 、世代間ギャップっていうか。サクッとらこんばんは、コピちゃんこんばんは。うん、だからなんだろうね、北斗の拳を読まなくても北斗の拳テイストのものがいっぱいあるっていうか、うん、まあ北斗の拳キャラで好きなのはレイですね。僕はレイがすごい好きですね。うん、世代的には北斗の拳読んだけど、全部読んだけど、なんか構成が下手な気がする、あの人は。なんかそのキャラクターを作るのはすごい上手いんだけど、あの絶対ラオウってラスボスじゃないといけないような気がするんだよ、俺の中で。だけどその最後の敵がなんだかよく分かんなかったっていうかさ、そういうなんか、うん、誰が強いのかよく分かんないみたいな。北斗の拳分かんない、うん、男の子が見るアニメ、私も見てた。今見るとよくあんな怖いもの見てたなーってあー、ジャギとサウザーが好き。編集者っていうか、まあ売れるパターンを持ってるからね、ジャンプは。そのノウハウをだ、それに縛られてるっていう部分はあると思うけど、そう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 、やめさせてくれないんだよね。うん、それにしてもまあまとまってないかなと思うね。だ最後の敵なんか変なデブじゃなかったっけ、よく分かんなかったな。ラオウで終わるべきだった、うん、ラオウで終わるべきだったなとは俺も思うけどね。っていうかあと3日間が長えなと思ったねなんか時間軸とかがなんかすげえなんかめちゃめちゃっていうか、俺も同意見だね。ドラゴンボールはやっぱフリーザ編で終わるべきだったよ。それはまあ鳥山明が一番わかってるっていうか、そうしたかったのはもう作品から伝わってくるよね。悟空がサイヤ人で覚醒した時のあのかっこよさって言ったら何とも言えないもんな、本当にすげえかっこよかった。なんだろうね、あのスーパーサイヤ人っていうかっこよさ、設定っていうか、なんか絵が爆発したよね本当に。でももう鳥山明はね、あの絵はもう描けないからね、もうそれが残念で残念でしょうがないかな。シグルイって漫画知らない、ていうか漫画読んでないんだよね最近、新しい漫画。もうなんかさ、年取ったなって思うのが、よく言われてるのがさ、33歳から先は新しい音楽を聴かなくなるって言われてんだけど、漫画とかもそうなのかなとか思って、なんかこうどっかで読んだことある作品ばっかりになっちゃうんだよねやっぱり。その
新しさがないっていうかさ、子供の頃読むものってさ、こんな世界があったんだみたいな感動があったんだよ。なんかエロ本を見つけた時みたいなさ、男の子にとってエロ本ってそういう存在じゃん。世の中にこんな宝物があったんだみたいな、そうそう、知らないものを知る感動みたいなのがだんだんなくなってきたね。当てはまるでしょ。俺32だけどさ、音楽聴かなくなってきて古いものばっかり見たり聞いたりしてて、新しいものに感動できなくなっていってるんだよね、だんだん。だからその逆に言ったら古くていいものを見た方が面白いっていうか、だから音楽で言うと33以降はクラシックにハマったりとかするんだって。漫画とかで言うとやっぱブラックジャックとか火の鳥とかその辺になるのかな、ブッダとか手塚治虫とかに行くのかな、うん、エロ本とかね、エロ DVD をこう見つけた時の感動ってすごいよね。なんかね、こう見ちゃいけないものを見てる感覚というかさ、なんかなんとも言えないよね。俺はね、エロ本の後にそれが来たのは死体だったんだよね。一時期その死体にすごいハマって、死体を見たいっていう、死んでる人は美しいっていう、うん、ちょっとね変な時期があったんですよ。母親にめっちゃ怒られたね。エロ本と一緒に死体の雑誌があったからね、死体を見てると興奮するんだよね。あ、今ファミコン面白いよね。だからね、プレス4とか欲しいっていうよりもやっぱりスーパーファミコンやりたいなってなるもんね。うん、年は取りたくないよね、ほんと。なんかだんだんついていけなくなるんだろうな、新しい文化とかに。うん、年はね、うん、取りたくないとは思わなかったけど、年取ったなってしみじみ思うようになってきたね。あ、俺30かみたいな、結構いい年だなみたいな。あー、それね、本当思うね、八王ね。あと何時間で死ぬんだろうとか、その秒数に変えたいとか、カレンダーにしてみたいとか思うよね。平均寿命であとどれくらい生きる可能性があるんだろうって。1年が早いね、早いね。こんばんは。前で剃ったよ、書いたけど落ちちゃったね。スタンドバイミー。死ぬ時はどうなんだろうね、選べないからね。まあ理想だよね、一つの眠るように死んでいくっていうのが。なんかばあちゃんから聞いたんだけど、ばあちゃん、ひいばあちゃんがそういう風に死んだらしいんだよね。この縁側でさ、日向ぼっこしてて、おばあちゃんおばあちゃんって声かけても気持ちよさそうに寝てて、ほっといて死んでたっていうすげえいい死に方だったらしいよ、死に顔だったらしいよ。いいよね、縁側でポケーっとのほほんとしながらぽっくりいったってかっこいいよね。死体を見に行く映画、あー、うーんとね、死体を見に行く映画では、え、死体を探しに行く映画だったっけ、スタンドバイミーって。偶然死体探し、あ、え、偶然死体に出会っちゃうんじゃなかったっけ。剣曲工事模様である限り長生きしたい。俺はあんま長生き願望とか死は選べないと思ってるから、その死ぬ時の言葉だけもう決めてるかな。死ぬ時最後に看取ってもらう人に言おうと思ってる言葉だけ決めてて、うん、あとは受け入れようと思ってる。死んだらどうなると思うか、永劫回帰っていう考え方があって、自分を永遠と繰り返す、100点取るまでっていう。僕はその考え方が一番しっくりきますね。何かに生まれ変わるっていう実感もないし、霊魂はないと思うし、うん、輪廻もないと思って、ね、僕は永劫回帰っていう、その自分をひたすら繰り返すっていうのがしっくりきます。あ、販売してるらしいよ、まこやん、あの残りの人生カレンダーっていう、結構高いらしいんだけど、毎日残り何日残り何日って日記をつけていくんだ。日記、カレンダーじゃなくて手帳だったかな、その人生残り分の手帳がダッて届いて、それをあと何日って書いてあるんだって。で、そう、遺書みたいのをひたすら書いていくっていう。
俺のじいちゃんトイレでうんこ気張りながら死んだ。まあでも、これディスではないよ。変に捉えないでほしいんだけど、俺は人間の死っていうのは全部犬死だと思ってて。かっこいい死に方なんかないと思うよ。苦しんで死にたくない。ああ、仏教をお勧めしますね、一般さんには。そんな人生終わり方したいな。ねえ、縁側で。めっさうんこ出てたらしい。健康寿命が長いなら長生きしたいが、病気で苦しむならぽっくり生きたい。そうもいかないと思うよ。脳の血管が切れたらしい、気張りすぎて。まあね、血管と心臓と脳って言われてるもんね。それ以外はなんとかなるかもしれないんだけど、血管と、脳と心臓は結構キーらしいよね。血圧かな。ピンピンコロリ。死んだらどうなるんですか。俺は永劫回帰だと思ってるね。やっぱ尊厳死安楽死という制度は必要やで。でもね、日本の少子高齢化ってそこなんだよね、結局。年寄りが元気なんだよ、今。昔の60歳と今の60歳全然違うもん。60歳もうね、親とかの世代だけど、まだまだ働きそうじゃん、ビンビンして。なんか40代とかに見えるよね、昔の。45とか60歳が。だからね、若い人が働かなくてもいいようになっちゃってんだよね。だから社会システムが壊れてんのはそこだと思うよ。普通って、生物界ってさ、哺乳類とか全部、その統計的に取ると、自分の子供が成人する、しっかり大人になる頃の数年の楽で死ぬようにできてるんだって。じゃないと、その世代交代ができないから。だからその自分の子供が生まれる、で狩りができるようにしっかりした、大人になる。で、そうすると力関係でやっぱ負けていくわけじゃない、自分が。だから淘汰されていくっていう。で、何かの餌に変わるっていうことで、こうね、食物連鎖が続いていったんだけど、人間ってちょっと特殊で、はい、ワードツ。人間ってちょっと特殊で、子供が大人になる年齢が20歳。だから孫の代が成人するぐらいに死ぬようにプログラムされてるっていう説があるんだよね。面白いよね。だから自分の孫が成人して頃合いらしいよ。人間は完成するまでに時間がかかる生き物なんだって。髪だいぶ伸びてきたよね。うち子供作らないから俺の代世代で終わるかな。いやでも子供をね、全然作れるなら作った方がいいと思うよ。ねえ、和道さんの語り聞いてると耳心地良すぎて寝ちゃいそうなので、早めに。あ、風船ありがとう。永劫回帰調べたけど嫌だな。 いいか悪いかじゃないから、しっくりくるか来ないかで、俺は採用してて。自分の中の人生で起こってることを、こう考えると納得がいくっていう感じかな。とてもじゃないけど、地獄があったり天国があったり、神の国であの世で永遠の若さを保ったまま生きるとかさ、なんか想像がつかないんだよね。無に帰るっていうのもあんまりしっくりこなくて、何回か自分の人生やったことある気がするんだよ。半身麻痺や植物人間になったら安楽死したい。プロフィールにまだ1万人リアツのこと書いてありますけど、消さなくていいんですか？書いてある？どこに書いてあるの？どこにも書いてないけど、プロフィールに。書いてないですけど。
どこに書いてあるんですか、1万人リア突のこと。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって書いてあるんですけど、どこにも書いてないですけど、どこに書いてあるんですか。あ、よくだから子守歌代わりに僕の放送を見てくれる人多いですよ。寝ながら見るって。フォローありがとうございます。フォローありがとう。どうだろうね、あんまり自分の声が好きじゃないっていうか、なんか初めてそのマイクで自分の声聞いた時はゾッとしたけどね。その頭の中でイメージしてる声と全然違くて、カセットテープぶん投げたよね。お疲れ様です。眠りながら見てくれてる？寝る前にアイテムちょうだい。おい、ワドツでーす。でもだんだんその PA とかバンドやるようになって、まあ、特に配信なんか自分の声ずっと聞いてるわけだから、もう脳内では自分の声とギャップはなくなったかな。そう、イメージの声と自分の声はぴったり合うようになってるか。もう慣れたもんですよ。いや、カラオケとか歌枠やると閲覧が半分に減るんだよ。結構歌ってるよ俺。カラオケもやるし、ギターで弾き語りとかもやってるよ。声のキーがすごい高いんですよ、地声が。だからそれがコンプレックスだったね。低いなんかこうバリトンボイスみたいなのに憧れたり、ハスキーボイスとかすごい憧れるね。あと結構女性と付き合うとき声フェチかもしんない。音フェチというか、声が可愛い人をすごい好きだね。音で恋するね、結構。電話とかで、ああ素敵な声だなとか思う時あるね、女の人で。キリンの川島はちょっとやりすぎだけど、あそこまで誇張はしなくていいけど、まあでもああいう、どうだろう、声優さんでいうと山寺宏一みたいな。あの人七色の声出るかな。キーの高い声っていうのがあんまり自分のキャラクターとイメージに合ってないような気がして、低い声で喋る人とかボソボソ喋る人がすごい憧れだったね。なんか喋っててもキャー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 言ってるみたいですごい嫌だ、自分の声が。なんか耳障りっていうか、だから意外なんだよね、声いいですねって言われると本当と思って。でも結構言われるからそうなんだろうなと思って。最近よく言われますね、声素敵ですねとか、和道さんの声聞いてると眠くなるって。今日は歌う気分じゃないかな。熟女、熟女、
あんまり人を好きになるのに年齢を考えたことがないですね。ただ年下と付き合ったこと1回しかないですね。別に熟女がどうとか思ったことないよ。別に男でも女でも何でも犬でも猫でも関係ないでしょ。何かを好きになるのに俺は理由はいらないと思ってるから。へえ、そうなんだ。アンパンマンのチーズ山寺宏一なんだ。豪華だね。すげえな。なぜか熟女を好きになりました。あの AV の熟女って24歳とかなんだよね。24歳から熟女のカテゴリーになるとか聞いたことあるよ。 AV のカテゴリーって現実とすごいギャップがあるんだよね。だから人妻ものとかってあれで実際22歳とかなんだよね。すごい若い子がやってるもんね。老け顔の子がやってるというか。今の AV 女優可愛い子ばっかりだもんね。はい、おかちゃん久しぶり、こんばんは。あ、いるぴか、こんばんは。風船ありがとう。熟女ね、うん。俺はでもなんかあんまり若い人を好きにならないかな。なんか若いって未熟とか成熟してないような印象があって。なんで日本人はこんなに若いっつうか、そう、なんだろう。小学生とか中学生とかなんで好きになるんだろうって。全然良さがわかんなくて。風船ありがとう、カムさん。ねえ、だったらね、その、綺麗な人はいつまで経っても綺麗だからね。可愛い人も可愛いし。なんかあんまり若さに魅力を感じないかな。若いっていうのはなんか、未熟なイメージがあって嫌ですね。僕は自分より年下って自分よりなんか経験の浅い人とお付き合いをして何が学べるんだろうっていうか、そういう感覚。なんかあんまりそういう意味で 性欲を満たしたいとかそういうのはないんだよな。意外とその辺ドライかもしれない。もっとディープなお付き合いがしたいね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。結婚しても恋はする。まあするだろうね。だから世の中こんだけ不倫とか浮気とかで溢れてるわけだから。もうね、不倫とか浮気とか止めらんないよ。無理。あの、ピュアラブなんてないよ。だってさ、こんだけ簡単に人と人とか出会えるんだもん。だからさ、イケメンとさ、美女はさ、もうくっつきやすくなってるわけよ。だからもうやりたい放題なわけだ。で、その自分にコンプレックスのある人は、とことん出会えなくなってるんだよね。だからもう恋愛格差みたいになってると思うよ、今。恋愛に希望を持ってる人って少ないと思うし。
熟女が好きなのか、その人がたまたま熟女なのかは別問題だと思うけど。熟女が好きなの。でも全然60歳でも70歳でも全然綺麗な人全然いいなと思うけど、あ、こんな人とお付き合いしてみたいなと思う時あるよ。若い頃ね、もっと綺麗だったんだろうなとかも思う時もあるし。なんでミュウツーブロックしたんですか？ミュウツーが切れてますよ。なんでブロックした？理由はないかな。なんか、めんどくさい人と付き合いたくないっていうか、嫌いな人とは距離を置くでしょ。翔太さん。で、それが普通なことだと思ってるかな、俺は。関わりたくない人はブロックしますよ。で、別に、切れてようが、切れてまいが、知りません、僕には。何の関係もないんで、僕、会ったこともない人なんで。自分に危害を加える人は 正直いいかな。はい、こんばんは。付き合う人は選びますね。最近元旅団の人は誰をブロックしたの？いや、だからブロック入れたの全然覚えてないよ。俺ドライだよ、すごい。なんだろう、去るものを追わないし、めんどくさい人とは付き合わないっていうふうに決めてる。もったいないんだよ。自分の人生って一回しかないの。で、ね、わざわざ、嫌がらせをする人とか、ね、付き合いたくない人と過ごす時間ってめちゃめちゃ無駄な時間だと思ってて、ね、楽しく過ごしたいじゃん。一回しかない人生だから。だから好きな人が好きな人同士で集まってた方が楽しいから、まあ面倒くさい人とか、気に入らない人っていうのは、まあ距離を置きますね、僕は。めちゃめちゃドライっすよ。親だろうがそうするからね。親だろうが親戚だろうが関係ない。嫌われキャラなの。でも嫌われない人間なんていないでしょ。特にこんだけネットが発達したらさ、嫌われない人間なんていないと思うよ。はい、ワード2、こんばんは。ワードさんの AV っていつ発売なんですか？いや、なんか話が来なくなっちゃったんだよね。どうなってんだろう。企画流すとは言われてたんだけど、わかりません。知り合いのばあちゃんって名前なんだっけ？知り合いのばあちゃん？誰の話？わかんねえな。知り合いのばあちゃん。尊敬から好きに変わるタイプなんですよね、基本的に。なので気づいたら好きになるとか多かったな。気づいたら一緒にいたとか、友達もしかり少ないけど。友達は人数じゃないと思うよ。よく友達の人数気にする人がいるけど、付き合いっていうか運命っていうかさ、どれだけ濃密に過ごしたかだと思うよ。人と人とは。それは恋愛とか友情に限らず。ゆかりさん？職場だと嫌われ率が半端ない。俺、職場で嫌われることあんまないかな。すごい仕事に徹するタイプなんだよ。サイド、あれだよ。サイド、ないんだよ。ツーブロックだよ、これ。伸びてきただけよ。サイド、ツーブロック。
サイドないよ。オールバックはね、デコ広くなってきたからね、なかなかできなくなってきたよね。村井さん？知らない。誰村井さんって。村井？分かんないな。ああ、え、石野と一緒に住んでたのは俺だよ。浅井さんのこと？浅井さんじゃない、それ。石野と一緒に住んでたの俺ね。浅井さんとは住んでないよ。ツーブロックのオールバック。あ、まあ髪型は今の髪型気に入ってるから、もうこれ固定でいこうかなと。浅井さんが何かあったの？もうここ1年男性に対してドキドキしたりすることがなく、友達感覚でしか見れないのですが、仲良くなった男性から旅行のお誘いが来ましておめでとうございます。どういう感覚で誘われたのか確かめるにはどうしたらいいですかね。さくらさんがいくつなのかわからないですけど、一緒に旅行に誘うっていうことはどういうことなのか大人だったらわかると思うんですよ。その20代中盤から、まあ、っていうかもう20代から分かるはずなんだけどな。10代なんですか、さくらさんは。男の人が一緒に旅行に行こうっていうことは、まあ、2人っきりでしょ多分。いや、どういうことか分かると思うんだけど、そこに意味がもし分からない、誘われた、どういう感覚で誘われたのか分からなかったら、結構痛いと思いますよ、さくらさん。パコパコですよ。要はお付き合いしたいってことでしょ、遠回しに。大人な言い方なんでしょ。でもしそれがその友達として行きたいっていう男だったら、逆にそっちも痛いと思います。わかんないですけど痛いと思いますね。わかめ酒とまでは言わないけど、わかめ酒とまでは、と僕は思いますよ、さくらさん。普通に寸胴鍋あげますって言ってたらわからない。ん？浅井さんにさっき寸胴鍋あげますって言ってたらわからない。何言ってるかわかんない。たら分かりません。何言ってるか分かんないです。浅井さんは何言ってるか分かりません。いや、浅井さんのね、言葉にあんまり理由はないよ。言葉でね、人との距離感を測ったりとか、その人の本質を見抜こうとしてるだけで、浅井さんの言葉にあんま惑わされても意味ないよ。浅井さんはもっと直感的な人だから、その言語が不自由なのね。不自由っていうかメタファーが多すぎるんだよ、浅井さん。はい、こんばんは。そうですか。友達感覚でしか見れないからお断りしようと思います。そうですね、ありがとうございます。そうそうそう、だからさくらさんがそう思ってるだけなのよ。友達感覚でしか見れないって。だからって向こうが友達感覚だけで見るとは限らないでしょ。で、そのいい年の大人が旅行に行きましょうっていうのに恋愛感情がなくてそれを誘ってるとしたら、普通グループで誘うはずなんですよ。でもグループで男女で俺旅行に行くっていうのは、
あんまりその20、30、まあ若い頃だったらあるかもしれないけど、まあその人の関係がわからないからね、さくらさん氏は。だけど、普通に1対1で旅行に行きませんかって言われたら、それはお付き合いしましょうとか、セックスしたいって言われてんのと、俺は同義語に聞こえるけど。友達としてだったら行きたくないよな、和道は。ごめん、何言ってるか分かんないわ。感想？それとも意見？質問？どういうこと？和道は？行きたくない？友達として？どういうこと？浅井さんとの会話を他人の人に伝えることは不可能なのね。俺はだんだん分かるようになってきたけどね。浅井さんが何を伝えたいのか、何が言いたいのか、何を思ってるのかを。アドさん昔炊き出しやるって言ってたから鍋使いませんか？あ、僕大丈夫ですね。ありがとうございます。グループラン合格で。だからまあ、もし、さくらさんにその気がないんだったらお断りするのがまあ礼儀だと思うし、いい判断だと思いますよ。友達としか、今、その恋愛する気分じゃないって思うんだったら、それを別に言わなくていいから、あえて、ちょっとごめん、そういう気分じゃないんだっていうふうに言えば伝わると思うよ。それだけで。多分ね、その1年間男性に恋、ドキドキできないんじゃなくて、そういう人と出会ってないだけだと思うよ。あと、あんまり言葉って自分のこと縛るから、あんま決めつけない方がいいと思う。浅井さん成人した息子さんいるんだって。あ、そうだよ、いるよ。この前何十年ぶりに会ったって言ってたよ。まあ大体自分が答え持ってるよ。後押ししてもらいたかっただけなんだよ、さくらさんは。大体人間って直感で、大体もう心で決まってるんだよ、答えは。あとはそれを理由をつけたりとかさ、踏ん切りをつけたりしよう、どう思ってるかなんだよ。和道さん、この時間帯珍しいですね。最近昼間ばっかのイメージ。最近昼間ばっかりですね。昼間の方が稼げるんだよね、単純に。アイテムが飛ぶんですよ。まあ、稼げる時間帯にやろうっていうのが僕の考えなんで。ただ、それだけっすね。まあ、夜アイテムが飛ぶようになったら夜ばっかりになると思うし。俺としては昼間やっても夜やってもどっちでもいいと思う。なんかブロック入れた人から、ブロック入れた人からなんかすげえ、なんかなんでブロックしたんですかとか言って。セブンティーンたまにやってるかな。たまに配信やってるよ。おばあちゃんも同じこと言ってた。大体答えは決まって、相談するのは後押ししてほしいから。正直、そうだと思うよ。なんか心がざわざわしたりとか、こういうことじゃないんだけどなとか、仕事でも恋愛でも勉強でも何でも、大体その心が分かってるっていうか、自分が何がやりたくて何がしたくないのかっていうの、大体直感が教えてくれるよね。楽しかったら悩まないもん。だから結構感覚を大事にすることってすげえ大事だと思うよ。
まあいい人をね、見つかるといいね、さくらさんね。即答で断らない、受け入れてもいいかなっていう自分がいる。ああ、俺もう即決、イエス、ノー、その場の直感でもうバンバン言うタイプだね、俺は。昔、そのなあなあにしたりとか、なんか、本当は嫌なのに約束しちゃったりして後悔することが多かったから、断る勇気を持とうと思って訓練した。イエス、ノー、もうはっきり伝える。嫌われてもいいから。それで嫌われるぐらいだったら、後々嫌われるんだよ。いつかバレるんだよ。だからスピーディーにさ、そこはやろうと思って。それが自分に合ってるね。僕はこれはやりません。僕はこれは好きです。やります。直感タイプではなかったね。論理型のタイプだったんだけど、直感磨いた方がいいなと思って。初見さんいらっしゃい。直感って何かっていうとさ、 DNA レベルで刻まれた何かなんだよ、あの感覚って。その生物アメーバだった頃から脈々と記憶があるんだよ、体とか心とか脳とか。だからそういうものを信じた方が、要はご先祖様の感覚を信じた方がうまくいくんだよね。迷うことっていうかさ、頭のいい人は考えることができるんだけど、みんな、その自分、みんなっていうと語弊あるから言い方変えるけど、俺は特にさ、頭良くないのね。で、考えてる時って大体悩んでる時なの。で、悩みからは何一つ生まれ、悩みって何も生まないんだよね。悩みは何も生まない。で、何も生まないどころか何も進まないんだよ。で、状態が悪くなる一方なんだよね。だ、悩んでる時っていうのは何もやってない時だと思ってて。だ、考えるっていうよりも悩むのをやめた。だって悩むってマイナスに向かってるでしょ、ベクトルが。だから、物事が好転絶対しないんだよね。悩みからは何も生まれないと思ってる。いいか悪いかは別として。俺は悩む必要なんて何もないっていう。悩みってさ、その人間が頭がどんどん良くなっていって、未来が読めるようになって、危機管理能力だと思ってるの俺は。あ、この先に行ったら危ないなとか、要はね、動物を、この動物戦ったらやばいなとか。でも現代社会、特に日本においてはさ、もう飢餓も克服したし、餓死する人ってほとんどいないでしょ。生活保護もあるわけだ。衣食住が保障されてるわけだ、国民として。で、そんなに悩むことってないんだよ。だったらガン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 攻めた方がいいなと思って、悩むより行動した方がいいと思って、もう悩む癖を取ろうと努力してやってるかな。はい、こんばんは。毅然としてるかな。石野は昔ニコ生2年ぐらい前にやってすごい人気だったね。俺もファンの一人だったね。悩んだ時はどうしたら悩まなくなりますか？悩み始めて気づくじゃん。あ、俺悩んでるって。そしたらもう悩みそのものをやめるっていうか、悩んでる根本自体を考えなくするっていうか。悩んで解決したことって皆さんあります？なんか1年とか2年とか悩み続けて解決したことってあります？ないんだよね。行動すると結果が出るんだよ。失敗するか成功するかの2択でしょ。失敗した方が楽なんだよね。で、経験した方が経験値も上がるし。だから俺は悩むのはやめたかな。悩みから何も生まれない。そう、前進めなくなるから。そう、感覚って嘘がないんだよね、心って。喜怒哀楽とかね、痛いとか気持ちいいとかさ。そう。だからもう悩む必要なんてないなっていうか。あ、1時間経ったんで、もしよかったら、和道の放送を応援してくれる人はアイテムください。よろしくお願いします。2分間音楽流しますので、その間にアイテムをください。アイテムタイムします。雑談にね、集中するためにアイテムタイムを設けてます。応援よろしくお願いします。
フォローまだの人は、ぜひフォローよろしくお願いします。では音楽流します。やらなかった後悔っていうかね、後悔はね、やらなかったことだけだと思ってる。やったら後悔も何もない。麦さん、風船10個ありがとうございます。解放風船ありがとう。アイテム飛ばないな。昼間やろうかな。やっぱこの時間なんか苦手なんだよね。寝るか。風船7個ありがとう。解放。あ、大黒天さんちょっと待ってね。今アイテムタイムだからもうちょっと待ってください。ちょっと待っててね。あー、アイテムありがとう。言ったん、ありがとう、助かります。ありがとね、アイテム。延長代も稼げねえよ、やべえな。赤字だよ赤字。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。引き続き楽しんでいってください。今日少ないねアイテムね。延長代にもならなかった。よいしょ。はい、大黒天さんの質問からいきます。大黒天さん、初見さんいらっしゃい。和道さんは、配信者アムチンのことを嫌いだと聞きました。誰から聞いたんですか。理由を教えてもらえませんか。質問を質問で返すのは非常に申し訳ないんですけど、大黒天今いら、大黒天さん今いらっしゃいますか。大黒天さん、アムチンのことを嫌いだと聞きましたっていうのは誰から聞いたんですか。はい、それを知りたいです。僕はパンクスですよ。パンクス好きなんじゃなくてパンクスです。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。のんちゃん、タバコちょうだい。タバコ切れちゃった。2本ぐらいくんね。はい。俺のタバコないよね、どこにも。タバコのストックどこにないかな。あ、ないか。タバコ買ってくんの忘れた。悪口掲示板というところ、ですね、僕アムチンのこと嫌いって言ったことまず一回もないんですよ。で、掲示板で書いてあることは噂なんですね。ですよね大黒天さん。僕が書いたわけじゃないんですよ。でしょ。だからあんまりね、
噂に惑わされない方がいいと思いますよ。特にインターネット社会なんで、一時ソースが出るわけじゃん。俺言ったことないの、アムチのこと嫌いだって。っていうか、関わったことないから、嫌いもクソもない。だから、僕は言ってないです。この時間帯アイテム少なくて、仮に撤退となっても、それは勇気ある撤退だと思います。撤退っていうか、まあ、なんで勇気ある撤退っていうんじゃなくて、普通に仕事でやってるから、売り上げが悪かったら時間帯ずらすっていうのは普通でしょ。あ、ありがとう。サンキュー。だから僕、アムチンと絡んだことないんで、嫌いもクソもないっすよ。僕は自分の目と耳と経験で、結構物事を判断するタイプ。大丈夫？タバコ返してって。だから嫌いな理由がない限り嫌いだっていうふうなことは言わないですね、僕は。嫌いな時は嫌いってはっきり言います。とんでもないです。逆に見に来てくれてありがとうございます。もしよかったらね、楽しんでってください。フォローしてください、ぜひ。好きも嫌いもないっていうか、関わったことないですね、僕、アムチンと。ミュウツーと揉めたの？揉めてないね。荒野の事件の時、鮫島との会話でアムチンに軽くディスってたよね。荒野の事件の時、鮫島との会話でアムチンに軽くディスってた。ごめん、何言ってるか全然わかんないわ。鶴根さんはどっちです。アムチンが挨拶しても無視したことはないですか？アムチンが挨拶？俺一回電話トツかけ、電話喧嘩トツがかかってきたんじゃなかったっけ？アムチンから。で、なんか、普通になんか、正論を言ったら、すいませんって言って帰っていったけど。心霊配信の時合ってるか。今思い出したわ。いや、俺別に無視とかはしてないよ。心霊の時合ってるわ。思い出したわ。鮫島と一緒に車乗った時、鮫島と車、心霊の時、行ったわ。今思い出した。それは絡んでたわ。記憶になかったわ。ミュウツーはスルーでいいですよ。スルーというかブロックした。
めんどくせえから。嫌いも好きもなくて、今思い出したわ。会話をしてないね、アムチンと。今思い出した、言われて。謝っても無視しませんでしたか？いや、わかんない。謝られたっていう記憶がない、俺。まあなんか生意気な人だなぁとは思ってたけど、その前の喧嘩トツの件でね。いや、別に何もないよ、ミュウツーとは。グレイのハウエバー、ハウエバーいい曲だよね。俺 B ラブドの方が好きだね。B ラブドいい曲だ。ハウエバーもいいけどね。テルは歌詞がいいんだよね。声もいいけど。よりは俺 B ラブドが好きなんだよね。ハウエバーが好きなの、鶴瓶さん。大人気ね、うん、アムチンがコンビニで謝ったのに、は？俺おめえ知らねえしって言ってましたよね。あ、そうなの？あんまり記憶がない俺、うん。和道さんの歌聴いて寝たいです。ハウエバー大人げない。大人な、何が大人げないの、うん、俺嫌いな人とは関わらないんですよ、基本的には。なんじゃそれ、謝ってんのに大人げないな。謝るようなことをしたんでしょ、うん。謝るようなことをしたんでしょ、で嫌われてたんじゃないの。記憶がない俺、うん。まずアムチンと絡んだの今思い出したし、え、嫌いなんか、嫌いとかじゃなくて覚えてない会話を。だからその時だから嫌いだったんじゃないの、わかんないけど。曲は何でもいい、うん、え、塩対応かな。そう、普通にだってみんなだってさ、嫌いな人からさ、なんかうざがらみされたらさ、知らねえよってならない、うん、誠意がなかったんじゃないの。何された。いや、なんかぐち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 言われてて、会話の内容あんま覚えてないんだよね。なんか多分動画に、俺障害持ってるよ。嫌いだとしたら何なんだ。うん、よくわかんないけど。謝ったら許されるとも別に思わないし、嫌いなもんは嫌いで関わらなきゃいいんじゃないの。
何されたん？なんかいきなり電話がかかってきて、絡みもないのになんかぐつぐつ言われて説教した覚えがある。とにかくさ、まあさ、お前終わっとるわ。おお、まあ終わってていいけど、全然。でもまあ、俺、大黒天さんさ、なんか、人のことお前っていうの失礼だと思うよ。大黒天さんがどんな人か俺知らないけど、初めて、こう、絡む相手に、お前とか、どうのこうの、俺、誠意を持って答えてるじゃん。舞さん、こんばんは。バカありがとう。覚えてないもんは覚えてないし、謝ったから許されるんじゃなくて、嫌われるようなことをした方が悪いと思うけど、俺は。謝ったら全部許されるわけじゃないでしょ。それが大人であるとかないとかの問題じゃなくて、それが普通だと思ってる、俺は。で、別に俺、アムチンと、ね、別に今絡んでないから、問題なくない？アムチンが俺と絡みたがってんの？俺は関心ない人は関心ないよ。最初にうざ絡みしてきた方が悪いんじゃないの？もう大人とか子供とか関係ないと俺は思ってるけど、そろそろ弦切れるな、これ。分かんない、何をぐつぐつ言ってんのか。じゃあすいません、グレイ歌ってくださいっていう人がいたんで1曲だけ歌います。よいしょ、ビーラブと。夜中なんで小声で歌います。下手だよ俺。もうどれくらい歩いてきたのか、街角に熱を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出した過去を高いな。
思い出すたびに切ね切なる忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で忘れてた大切な何かに優しい火が灯る あれ？ちょっと待ってね。もうどれくらい歩いてきたのか街角に夏を飾るひまわり面倒な恋を投げ出したけど思い出すたびに切な切なる忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で忘れてた大切な何かに優しい火が灯るやがて来る無理このキー出ない忘れてた大切な何かに優しい火が灯るやがて来るそれぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけどそれでも人それでも人はまた歩き出す巡り合う恋心どんな時も自分らしく生きてゆくのにあなたがそばにいてくれたらああ夢から覚めたこれからもあなたを愛してるかる懐かしき友の声を胸に抱いて思いを寄せた
いくつかの出会い、いくつかの別れ、繰り返す日々は続いてゆく、やがて来る。それぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す。巡り合う恋心、どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなたがそばにいてくれたら、ああ夢から覚めた、これからもあなたを愛してる。ああ夢から、ああ夢から覚めた、今以上あなたを愛してる。ありがとうございます。ただいま。ああとんでもないです、とんでもないです。また歌が聴きたくなったらぜひリクエストください。母性本能くすぐるタイプかな、どうだろう。はい、ワードツー。あー、とんでもない、麦さん。うん。あ、つるんさんもどうもどうも。いえいえ、ありがとうなんで、とんでもない。風船プレゼントありがとう、つるんさん。ありがとう。リクエストしてください。ありがとうございました。おやすみなさい。We love the いいよね。テルの歌詞はすごくいいよね。何でもそうだと思うよ、何でもそうだと思うよ。なんていうのかな、アーティストの作品がどうこうっていう前にさ、誰が作ってるのかとか、その人の本質が知りたいんでしょ。だから漫画家でもさ、映画監督でもさ、突き詰めるとその人自体を興味湧くじゃん。そういうもんなんだと俺は思うよ。
それがね、多分その人を知るためのツールなんだよ。例えば配信だったらみんな俺に興味があるわけじゃん。いや、そういうことなんだと思うよ。何をやってるかじゃなくて誰がやってるのかだよね、大事なのは。興味がない人は見ない方がいいと思うよ。お互いの得にならないから。興味がある人のところ行くといいと思うよ。ペラってるよ。理由はあんまないかな。眉毛全部剃ったね。今書いたんだけどね、ティファールだっけ、なんだっけ、眉毛ティファールとかいうので書いてもらったんだけど、左手重いよ、わざつゆ。左手はジャラ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 つけてるからね、重たいっすよ。痛いし、トゲが痛い。ノリノリ。眉毛こんな薄くなっちゃったんだ。結構落ちるの早いんだね、これ。まだ生えてこないね。はいはい、お疲れ、また来てね。答えるのがね、配信者の役割だから、何でも聞いて。うん、はいよ、おやすみ。眉毛リンドしたんだよ。してこれなんだよね。まだ2日目なんだけど。眉毛ティントしたんだけど。のんちゃん、眉毛ティント落ちるの早くない？これ。
こういうもんなの。すぐ落ちちゃった。なんかみんなに眉毛ないって言われる。また書いてくれ。書いて、のんちゃん。のんちゃん書いて。どれくらい時間、あんまり時間置かなかったのかな。もう一回書いて。今？いやだって眉毛ない眉毛ないってみんなが言うんだもん。書いてよ。油取らないとさ、顔の。ティッシュで拭きゃいいじゃん。うん。書いてよ。なんかみんな笑うんだ。なんか眉毛ない彼氏嫌でしょ。いや、いいから書いて。いいから書いて。眉積み、いや生えてくるまで待つよ。よし、書いて。電気つければいいじゃん。寝てた？ごめんね。取れちゃった、うん、ってなってる。目頭に合わせて書いて、うん、うん、眉間、間空きすぎじゃない？この前目が寄ってるだけか。画家でしょ。ティントっていつからあるの？ん？最近出てきたのこれ。うん、流行ってんの。うん、なんで半笑いだの？うまくできなかった。そう。うまくできなかった。なんかずれてない？気のせいだよ。なんかずれてない？ありがとう。乾くまで待てばいいんでしょ、うん、うん。なんかずれてるよね。気のせい。電気消して、うん、
寝る前に書いて起きるまでそのままぐらいの時間置かないとダメなの。やけがあるところにやってもらったけど、あ、そんなに時間置くんだ。なんかずれてるよね、これ。雑じゃない？今回ののんちゃんの眉毛ティント。なんか雑だよね、この。クオリティめっちゃ低いんだけど。寝起きだからしょうがないか。朝撮った方がいい。じゃあこのまま雑談やります、今日は。なんかちょっとしっくりこないっつうか、なんか雑だよね、これ。笑うよな、それは。よっさんみたいになってんだ。ちょっと可愛くなったね、顔が。優しさが出てるね、顔に。垂れ眉にされた。パルルみたいだね。困り顔みたいな。モサイ顔になったよね、すごいね。よっさんみたいなんだけど。ちょっとよっさんみたいにしないでよ。パルルみたいな。なんか変じゃね。まあいいや。はい、わたつゆ。ないよりマシだね。優しい顔になった。予算っぽくない？ちょっと。眉って大事なんだね。顔の印象全然変わるよね。もっと細く描けばいいのに。なんか高さが違うんだけど、すげえ気になる。ワッサンだね。ワッサンだよね。まあいいや、朝起きたら撮るわ、これ。すげえ怒ってる。漫画みたいに。でも眉毛で遊べるだろうね。だから女の子のさ、やっぱメイクで顔ガラッと変わるのって、こういうことなんだろうね。作れるんだろうね、顔って。ワッサンでしょ、完全に。今日も元気に、おはワッサンでしょ、これ。ね、田舎の中学生みたいになっちゃったね。のんちゃんの寝起きのクオリティだよ、これが。あ、皆さんにお願いがあるんですけど、もしよかったら下のね、URL、YouTube 力入れてるんで、YouTube に、生放送では見せない動画今編集中なんで、もしよかったら未公開、YouTube の人だけに YouTube 動画アップロードするんで、近日公開するんで、もしよかったらフォローしてください。結構面白い内容だと思うんで、楽しみにしておいてください。もう1週間ぐらいで、1週間以内に必ず動画アップするんで、下の URL チャンネル登録しておいてください。
みんなチャンネル登録してる？久々、3年ぶり、2年ぶりか3年ぶりぐらいの新作を発表します動画。ぜひ楽しみにしておいてください。 YouTube 登録してる？してない人はぜひチャンネル登録してください。今すぐよろしくです。してる？ありがとう。久々の新作出すよ。うん。皆さん楽しみにしておいてください。登録してる？ありがとう。ありがとね。じゃあそろそろ寝ようかな俺。やっぱ夜は向いてないわ。だって今日さ2時間喋ってさ59円だよ59円だよ。みんなどう思う？無理でしょ。やっぱね昼間やった方が稼げるんで、僕は夜の時間帯やりません。うん、また昼間見に来てねみんな。うん、俺も寝るよ。こんな59円しか稼げないとかもう全然意味わかんないでしょ。クソして寝るわ。そうするわ。夜は向いてませんでした。じゃあ皆さんお疲れ様です。皆さんふわっちフォローよろしくお願いします。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。